鳥居さん今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、私もあの来れることができて、はい、よかったです。ありがとうございます。どうでしたか。いや本当にあのもうあの稲田さん、はい、お越しいただいて、はい、あの今度もうあのコオロギ持って突撃できなくて、ちょっとここ背景ないから車の前にしません。いやあの鳥居さんのあの水色の水木の、はい、あの素晴らしいあの色のお車で、これはあの選挙期間中にあの追いかけさせていただこうと。あ、ぜひぜひ。そうですね、まあ今じゃなくてももうこれからお披露目なので、はい、いやいやそれはいいんです。あのいや使えなくて、で何だっけ、あ私あの稲田さん、はい、あのお越しいただいて、はい、あのもうあの突撃は卒業します、はい、突撃はもうあの稲田さんにあの怒られてしまいます、ね、今まで。もうね、稲田さん突撃したんですけど。いやいや突撃はしてないですけど、はい、あのそこはねそう、やっぱでもさ逆にそれはね、もうコオロギはいきなり突撃されたかと思ってさっきいたので、コオロギはあの、はい、家で食べるコオロギは、はい、家で食べる食べないあの鳥さんあのこれ、はい、あの応援しようと思ってあの、はい、拡大コピーしてあのすごいなこれこれあの鳥さんの本、著書 の、 あの表紙宣伝はしないですんで、はい、あのこれをあのアマゾンで絶賛発売しますので、はい、あのお買い求めになってお持ちいただきますと、はい、あの鳥さんのサイン、あサインを全然書きます、はい、いただきます、はい、そしてあの別にあの買わなくてもいいですけど、はい、まあ、でも買わなきゃサイン何でもあのサインはアマゾンで買って、はい、別に全然私本は進めてないですけど、ねはい、お持ちいただいて、ね、本はこれ自費出版でも何でもなくて、あのなのでタイトルとか表紙っていうのは自分じゃ決められないんですよ、なので、あんまり言いたくないタイトルなんですよ実は。でも、まあ、インパクトに残るっていうので、あのある方がねこのタイトルがいいんじゃないかっていうので、こういう本が出来上がってしまいましたが私も買わせていただいて、もうあの大学時代のことからあのフーターズのバイトで、はい、そうこれで知って、まあ、確かにあれ見ると、私あんまり自分のこと普段話しなかったので、なんかいろいろこうなんて言うんでしょう、あのなんかね、知っていただく機会にはなるのかなと思いますけどね。あれなんですか、はい、あの高校八雲学園っていうのは、はい、あの今井さん、今井絵里香さん、そうですそうです、ね、卒業だったんですね。はい、でそこからあの同志社大学でチアやられて、はい、ということがもうこの本に。はい、あの詳しく書いてますんで、はい、じゃあまた来週ちょっとぜひお待ちしてます、今日まで今から残り片付けしに行ったんですけど、現場のお忙しいところに、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。また寄らせていただきます。よろしくお願いします。鳥水木さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます